山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオ、こんばんは、福山です。皆さんすでに報道などでご存知だと思いますが、俳優の児玉清さんが今週月曜日にお亡くなりになりました。77歳でした。コメントをね、各社各メディアからいろいろお願いされていたんですけど、なんかコメントってなんかちょっと自分の中ではどうかななんて思っちゃって、僕がどう思ったということではなく、今日は少しだけ番組の冒頭で児玉さんの人となりと言いますか、僕なりに、感じた、そして、お伝えしたいなと思う人となりを少しお話しさせていただければなと思ってまして、初めて、僕お会いしたのはですね、2003年のドラマ美女か野獣で共演させていただいた時だったんですね。で、とにかくすごくクールな方かななんて勝手な印象を持ってたんですけど、で、実際に芝居場でもですね、ずっとセッティングの合間とかには現場に佇んで出して、現場にいて、で、前室っていうスタジオの外にある溜まり場みたいなところがあるんですけど、役者さんたちがそこで待ったりするような、みんなタバコ吸ったりとかね、そういう場所があって、役者さんたちって大体その前室のところにいて、若話したりしてるんですけど、児玉さんは一人ポツンとこういつもスタジオの中にいらっしゃる感じだったんですよ。で、あ、一人になりたい方なのかな、クールな方なのかなと思ってたんだけど、なんか僕もまあ余計なお世話と言いますかね、ちょっとなんかこう、コミュニケーションを、なんていうことを勝手に思いまして。で、児玉さんなんつって、スタジオの中でよく一緒にお話しさせていただいてたんですけど、で、そういう話の中から、まあすごくその知的な方でいらっしゃいましたから、いろんなその、読書家で、書評家でもありっていうところもあり、本当にいろんなことをご存知で、で、そういう雑学的なことも勉強になりますし、文学的なことも大変勉強になりますしっていうお話をいろいろさせていただいてて、で、その中でですね、オリンピックに行きたいんですよ、僕は、なんていう話を児玉さんがされていて、一緒に一回、でいいから行きたいんですよね、なんて話して。で、僕もなんかちょうどテレビ朝日さんの方で、オリンピック行く機会が多かったんで、で、じゃあもうぜひとも一緒に行きましょうよ。僕なんか言ってみますよ。番組の方になんて言って。で、一緒に行く機会をいただいて、2004年に、テレビ朝日さんの方からもね、本当に快諾していただいて。で、そうこうしてる中で、その後もまあメールのやり取りなんかはずっとしてたんですね。で、本当に不慣れだったんですけど、メールもあんまりこう慣れてないんですけど、でもなんか僕がいつもメールしてくださいしてくださいよなんてしつこくやってたもんですから、それでメールいただいたりなんかして、で、龍馬伝で共演ということになったんですけど、この共演にあたってもですね、まあ、最後の最後に背中を押してくださったのは、児玉さんだったんですよね。で、児玉さんは、まあ、本当にごく、内々にというか、内密に、僕が龍馬伝、坂本龍馬役のオファーを受けているということを、ご存知でいらっしゃった。で、児玉さんは、常々、僕に、あなたはそういうその一見ひょうひょうとしているように見えて、世間では二枚目風に思われてるけど、僕が知ってるあなたはもっとその骨っぽくて男らしいところがあって、そういうものが見たいなぁなんていうふうに、おっしゃってくださってて。で、龍馬っていうのは本当にぴったりだと思うよなんていうことを言ってくださって、
で、僕は、なんか自分ではね、そういう風に自分のこと客観的に見れないんで、あら、こうだ、うだうだ迷っていたんですけど、あ、じゃあ、児玉さんがそこまで、なんかそうやっておっしゃってくださるんだったら、なんか、やってみようかなと思って、まあ、最後の、一押しというか勇気をいただいて、龍馬伝をやることになったんですよね。で、龍馬伝やってる中でも、本当に、父、こう、親子という関係だったんですけど、父と息子という関係だったんですけど、お芝居をしてても、なんか役柄という設定以上の何かをこう感じられる。で、そういう、それは僕がってことじゃなくて、きっとまあ、児玉さんがそういうふうな、まあ、あえて愛情と言わさせていただきますけど、そういうお気持ちで、芝居場に立ってくださって、それでも、そういう思いをどん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 出してくださったんで、僕自身もなんか、そういうお芝居ができたんじゃないかなと。だから役柄以上の何か役を超えた、生の感情というものを、親子のシーンの中ではいつも感じさせていただきました。で、八重さんというね、龍馬の父八重さんは、役柄上第7話で亡くなったんですけど、その後も本当にもう一年間ずっともうほぼ毎週ですかね、メールくださいまして、いや、今週は良かった、あれが良かった、こうが良かった、っていう話をもうずっともう毎週いただいて、当然ね、お芝居で、こう、迷ったりすることってもあるんですけど、それでもまあ、そうやって児玉さんが、いつも、応援してくださってて、支えてくださってて、それで乗り切ることができた龍馬伝だったと、本当に言える、存在でしたし、作品でしたね。一見クールな、ハンサムなという感じがしますけど、実は、児玉さんの方こそ、大変男気ある、男らしい。で、でもそれが表にはなかなか、出さず、で、シャイで、少年のような、本当に少年のような少年のままの77歳でしたね。最後に、実は僕、一週間、もっと前か。二週間ぐらい前かな。に、やっとメールが来まして、ずっと児玉さんが体調崩されてるということで、ちょいちょいメール送ってたんですけど、返信がなかったんですよ。で、メールがやっと2週間ちょっと前ぐらいに来まして、まあ、詳しいね、流れっていうか、どういう治療をしてたかとか、そういう話はまあ、今日はまあ、伏せさせていただきますが、やっとメール、連絡が来て、で、会うことができたんですよ。で、かなりもう痩せられてたんですが、その日は、2時間ぐらいもずっと話してましたね。まあ、ご家族もいらっしゃったんですけど、で、某有名作家さんが児玉さんのために書いてくれた、児玉さんのお芝居の話があって、それを、やりたいし、やるためにまだまだ僕、元気でやりますから、つって。で、それを目標に、元気になりますから、みたいな。いや、じゃあ僕もなんかできる限り、出させてくださいよ、なんて話をしていて。で、本当に最後というかね、ご本人、分かりながらも、まあそういう時の心境っていうのはきっと僕も、そういう児玉さんと同い年や、そういう同じような状態になった時じゃないと分からないのかもしれないんですけど、最後までもう一度仕事をやりたいという気持ちでいらっしゃったと思います。本当にですね、お芝居の方でも、最後の最後まで、迷いながら、
悩みながらやってらした、そういうこう、何ですかね。人間らしい。俺はこうなんだ、だからこれで行くんだ、みたいな、なんかそういう雑な感じではない、大変繊細な人柄で、で、少年であり、という、本当に僕の、憧れとするというか、理想とするというか、まあそんな なれないと思いますけど、あんな素敵な方には、小玉さんでした。今日は美女か野獣の打ち上げの時にですね、これ歌ってくださいよなんつって小玉さんからリクエストをいただいた、僕は弾き語りやったんですけど、打ち上げの時に、弾き語りの時にリクエストいただいた、この曲をですね、小玉さんにお送りしたいと思います。ビートルズでLet It Be。